中国共産党によるファールンゴンに対する大規模迫害はすでに22年間続いています。アメリカ国務省の報道官は19日、中共当局に対し、ファールンゴン学習者への迫害を即刻停止するよう促しました。

アメリカ国務省は2年連続で中国共産党によるファールンゴンへの迫害に対して声を上げています昨年7月20日マイク・ポンペオ前国務長官は公式声明を発表し中国共産党にファールンゴン学習者への迫害を直ちに終わらせるよう促しました NTD ジャパンが お伝えしました。